はい。こんにちは。こんにちは。8月7日2時40分です。暑い。今日日曜日だからね。結構観光客というかお休みの人が多いんじゃないでしょうか。はい。プラド美術館に行こうと思って、このでっかい公園、エルレティーロ公園来ました。はい。なんかさ、あっちにさ、あのアンカラモンって多分あっちにある。うわ、見てなんかさ、中二っぽい堕天使の噴水とかあるよ。行こうよ、堕天使の噴水。キャンドルモン、キャンドルモン。T.M. レボリューションのことかな。あ、キャンドルモン、十字架の。聖なる夜まで天使は恋に遊ぶ。はい、ということで恋に遊ぶでしょ。そう、似てない？似てる。わあ、すげえ。なんかこれは本当ヨーロッパじゃない？なんか南米じゃなくてヨーロッパだよね。セイントマニュエル&セイントベネディクト。うん。ビッグベネディクトってことですね。はいはいはい。これからも。残念ながら工事中でした。なんかでもちゃんと外装は雰囲気感じさせてくれる。ね。うわ、みんな水着の人がいる。思い思いにみんな過ごしてますね。セミ？セミの声がするね。あ、じゃあ、アジャコング。頭痛い？ちょっと。アルフォンソ12世、スペイン国王のモニュメントだそうです。はい、ちょっと公園で涼んでたんですけど、ちょっとゆうたくんが暑すぎて今くたばってる。熱中症気味になったから、うん、ちょっともうこれは無理だ。エアコン効いてるところに来ました。はい、流れでハンバーグ屋さんに来ちゃったんで、とりあえずコーラ飲みたいと思います。はい、乾杯。はい、ということでハンバーガーを頼みました。アメリカンっぽい感じの店内。チーズとベーコンとお肉が入ってます。いきます。めっちゃ美味しい。いいね。ちょっと食べたところ見せちゃうけど、ちょっとレアに。ああ、レアになってる。確かに、めっちゃ柔らかくて、うん、サクサクだね。なんだろう、この噴水。シベーレス噴水。新古典主義様式。噴水に様式があるんだ。ね。大地の神、キュベレー。キュベレーが馬車を、2頭のライオンが引いている。これがなんか、昔からずっとあるって、すごいね。これは博物館。すごいね。シベーレス宮殿。すごいね。昔の地位の高い人はこういうとこで暮らしてたんだね。今から2時間だけ無料で入れるということなので、プラド美術館に入りたいと思います。すごい行列。入るまでにもしかしたら 2,30 分ぐらいかかるかもしれないです。天使の噴水、かっこいい。恋に遊ぶ。はい、おはようございます。今日は8月8日マドリード3日目。まあ今日が観光最終日かなということで、ちょっと私のご要望を聞いていただいて、これからチュロスを食べに行きたいと思います。3回目です、まあ、旅トータルでね。ここはオペラ駅というところで、まだね、今9時15分ぐらい、うん、まだ日がそんなに昇ってなくて、うん、風も吹いてちょっと涼しいね。涼しいね。いや、昨日の夜も寝苦しかったよ。
お水を冷蔵庫で冷やしておいて、ああ、そうそうか、ね、それをちょっと枕にしたらだいぶ落ち着いたけど、これかな、3品ですチュロス購入することができました。チュロス2つとゆうたくん、アメリカのは安いね、2ユーロだって。あ、値上がりしてるわ。やっぱ前の情報だと 3.9 ユーロだったんですけど 4.9 ユーロになったんですね。うん、あ、来た、もしや来た、おお、めっちゃいっぱい、すごい、 Thank you, gracias。 これがドロットチョコレート、これにつけて食べるというものですね。じゃあまず、うん、チョコにつけずに、うん、結構塩味があるこれ。あ、そうなんだ、へえ。わあ、とろっとしてるね。うん。ちょうどいいのかな。チョコつけて。甘みと甘みで。へえ。まず黒いね。うん。美味しい。うん。確かにこの塩味と、それもなんか甘いっていうよりはやっぱカカオの濃い味、うん、いい感じに中和されて。めっちゃ美味しくなる。結構でも油感あるね。そう、うん、うん、美味しい、ありがとう、はい、はいはい、プラザマヨール、マヨール広場にやってきました。こういう感じでぐるーっと、そうね、ぐるーっと四角い広場でも思ったより広くないね、広場自体はね。129m×94 の長方形の形をしていて、広場に面して237箇所のバルコニーを持つ3階建ての建築物に取り囲まれている。ああ、これね、うん、歴史としては15世紀ってトレドとかアトーチャへの道路の交差地点ということで、ほうほう、アラバル広場で、用途としては市場が開かれてたってのと、あと闘牛、サッカーの試合、あとね、公開処刑とか、はあはあ、スペインの異端審問のやられてたって。マヨール広場よりチャンネル登録よろしくお願いします。アルムデナ大聖堂に来ました、こっちの方が、右の方が王宮ですね。王宮です、はい、マドリードの王宮にやってきました。僕らは入っておりません。アルムデナ大聖堂、アルムデナ大聖堂、マリージョアだな。はい、アルムデナ宮殿、もうちょっと近くに来てみました。なんかこう全体的に石で作られてて、なんだろうね、色味はパッと見青っぽく見えるよね、水色みたいな、まあ、ちょっとグレーかな実際は。色使いが特殊だね、ちょっと広い、なるほどね、ご覧ください、このセントグラス光が差し込んでる。でこういうの見ると日本のお城もまた見たくなる。外国人からしたらさ、すごーってなるよね。私たちもこういう建物を見るとうわーって思う。異文化を見るっていうのは面白いね。さあ、このちょっと高台から王宮からの景色、どんなもんだい。あー、綺麗。こっちの方なんか宇宙人の基地みたいなのがある。はい、ということで、あまりにも暑いのでフローズンドリンクを買いました。これは何でしょう。4ユーロのレモンフローズン、はい、なんかすごい色してんなこれ、いただきます。うん、あー、蜂蜜の味。蜂蜜か、なんかあのプーさん、プーさん、なんかプーさんのハニーハントって感じ。どういうことや。うん、飲んで、はい、いただきます。はい、なんか甘、確かに 甘いよね、甘い、蜂蜜の。はい、ということで
ちょっとしばし暑いので休憩をしまして、お腹を空かせたのでこちらの逃げる市場に行ってですね、これからたくさん飯食いたいと思います。はい、はい、で一応予算は50ユーロ。まあ、でも結構じゃない。まあまあ1人だって3,000〜4,000円ぐらいのイメージで、いいじゃん。このスペインのこの市場だと、うん、有名な市場だとどれぐらい食べられるのか、うん、飲めるのかっていうのをちょっと検証していきたいと思います。はい、はい、結構混んでるよ。うわ見て、ちょっと待って、これカニじゃない？ほらめっちゃ美味しそう。なんか変わり種がやっぱある。美味しそうだね。フライだね。美味しそう。めっちゃ熱い。うわすごい、見て顔が。うわすげえ。こんな魚顔してたんだ。全体の雰囲気こんな感じで、もうなんか市場っていうか食べ物屋さんが並んでる感じですね。ロブスターだ。うわーこれ、ホタテとかカキとか生食できるの。美味しそう。この中がめっちゃにぎわってる。あさっき昼間来てさ混んでたからさ、ずらしたらって思ったけどめっちゃ混んでるね。わあピザ美味しそう。ちっちゃいピザだけど、まあ、いいね。ね、1人分にはいいね。なんかデパ地下っぽくない？なんかデパ地下っぽい。ね、こういうのもいいね。なんかね、あ、串になってんじゃん、オリーブが。めっちゃでかい。うわ、すげえこれ。モッツァレラ、でかいモッツァレラが。1個 1.8 なんで。なるほどね。5個で。8.5 か。10個で16。なるほどね。あ、これビール片手にこんなん、最高じゃん。ね、ビールだけ飲ん、買っていって、つまみを別の店で選ぶみたいな、ね、そういう感じか。これはやばいな。やばいね。うわあ、タコ。めっちゃ美味しそう。うわうまそう。これやばいな。なんかマグロみたいな。マグロじゃないこれ。うん。カンパリソーダ。美味しそうだね。美味しそう。ゆたくん好きなんでしょ？カンパリ好き。開かないかな。うわ見て赤ちゃんが。雑に抱かれてる。大丈夫。はい、ということで第1陣目ということで、はい、はい、赤ワイン、白ワインにこちらのタパスというか付け合わせ。はい、じゃあ意外とするね。そうなんだよ。白ワイン。はい、ということで乾杯。あー冷たい。冷たい。美味しい。じゃあちょっと映えそうな赤を。はい。カニ。カニなんだ。うん、美味しい。食べかけだけど。赤いパンにカニの身がじゃあ乗ってて。なんかケチャップ。ケチャップみたいな。なんか黄色いパン生地に、なんだろうね。こっち食べてみる。はい、一気に食べた。マヨネーズの味が結構締めてる感じ。ああ、マヨネーズか。ワインと合うね。あうん、黒ごま。ちょっと辛いソース。ひじきかな、これ。ひじき全然食べてないね、ひじき。なんか和のテイストと、なんかちょっと辛い、チリっぽいテイストと、うん、なんか絶妙な味だね、これ。へえ、面白そう。4-4ですね。8ユーロ。いただきます。うん、うん、これイチゴ美味しい。なんかすごいあっさりしてるクリームチーズに一番上はイチゴジャムが乗ってて美味しい。おやつなのかな、どっちかというとご飯っていうよりは。そうだね。じゃあちょっとハムってして。あ、ハムってして。ちょっとなんかおかずっぽいのがあるよね、そっちは。なんだろう、塩辛みたいな。へえ。ちょっとニンニクが入ったし、ちょっと塩辛みたいなのと、うん、クリームチーズみたいな。酒盗みたいなのあるんじゃない？あれに近いかも。あー、じゃあ完全につまみなんだ。ビールとかには合うかもね。うん、あこちら3.5ユーロでレモネード買ってみました。
多分アルコール入ってないと思う。リンゴ入ってるね。そう、リンゴ、青リンゴも入ってる。あとね、8.5 ユーロで5個のコロッケ、はいはいはい、買ってきました。なんか何の種類かちょっと分かんないけど、とりあえず食べましょう。はい、おー、いいね。おいしい。おいしい。トロトロのクリームコロッケ。ああ、はいはい。イベリコ豚だね、これ。おいしい。はい、2杯目ということで、カンパリソーダですね。おー。5.5 ユーロ。おー、どうぞ。はい。ああ、大好き。大好き。あ、おいしい。甘くて好き。いいな。9ユーロ。最後どうだろう、ビール飲めるかな。でも、ゆうたくんはビール飲んで、私はちょっと甘いのかな。ビールか、まあ、サングリアかな、うん、じゃあ 4.5 じゃあそれでいきましょう、はい、はい、ということで最後の一杯 4.5 ユーロ、夏ワイン、夏ワイン、サングリアみたいな、 そんな感じのなんか、じゃあいただきます。はい、めちゃ飲みやすい、これは。これサングリアめちゃめちゃ最後の締めにふさわしいぐらい飲みやすい、うん、美味しいね。はい、はい、考えます。あ、はい、最後のご飯です。やっぱ甘いので締めだ。締めは甘いので、4.2 ユーロでチョコレートソフトクリーム、おお、いいじゃん、のトッピング3つでマシュマロとイチゴとバタークッキーにしました。へえ、いただきます。うん、なんか濃いチョコレートアイスクリーム、おいしい。やっぱ最後は甘いのに限る。はい、今回50ユーロチャレンジをしてみましたが、どうでしたか。うん、どうだった、まあ、結構ちょうどいい感じするっていうのも、多分立ってるから、あの立ちの耐えられる時間が、まあ、こんぐらいっていうのと、はいはいはい、座ってたら多分物足りないと思うなので、もう飲みすぎて座れないから、このぐらいがちょうどよかったな。で、美味しかったし、どれも、まあ、そうね、どれもまずいものは全然なかったよね、全部美味しかったっていうか。今回はだからご飯が4品にお酒が5杯ぐらいで50ユーロだったけど、まあ、実際にはもう少し高いご飯もあるし、なんか 1.5 ユーロみたいなものもあるし、本当になんかこう迷うぐらいいろんなものがあるんで。そうだね、いっぱい悩んで、まあ、いいものを食べれたんで僕は大満足です。はい、よかったです。はい、こちらソフィア王妃芸術博物館になります。19時から入場無料ということで、少し待っていきたいと思います。はい、時刻は夜の8時半。全然8時半的な感じがしないね。めちゃめちゃ明るいわ。はい、ということでスペインでも有名なチェーン店かなの生ハム博物館にやってきました。生ハムがいっぱいね、原木で品揃えはね、結構ね、あるよ。はい、ということで生ハム到着です。あんまり好きなタイプの生ハムじゃなかった。サラミっぽいよね。うん、で酸味が結構ある、ね。アヒージョ届けました。熱いよ。おー、すごい。おいしそう。たっぷりつけて。うん、確かにガーリックの味がする。でも、あの、大ちゃんと一緒にいたところもおかしい。あー、ほんまなー。ムシムシしてる。今回もご覧いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。